なっております、皆さん1分でも1秒でも短く頑張ってやってください。よろしくお願いいたします。人数多いんでね、なかなか準備大変かもしれませんがね。はい、ふみたけさんよろしいでしょうかね。大丈夫ですか。はい、まずはちょっとステージの調整が、マイクのポジションこれ大事ですからね、じっくりやっていただいて、綺麗なまた素晴らしい演奏をさせていただければと思いますが、まあ、準備よろしいでしょうか。まだもうちょっとかかるようですね。あ、なるほど。はい、この時間を利用しましてね、先ほど言いましたが25分おしゃべります。心して、次のバンド、また次のバンドの皆さんもご協力をよろしくお願いいたします。はい、ではよろしいですか。はい、はい、お辞儀いたしましょう。ふみたけさん、パッチマン、よろしく。そう、OK、うん、ワン、ツー、スリー。こんばんは、ふみたけ加藤&パッチメンズというバンドです。どうぞよろしくお願いします。まあ、急に MC はそれだってあれですよ、加藤、ふみたけ加藤&って名前思いっきり入ってんの、なんで加藤さん喋んないんだって感じですよね。信じられないんですよ。加藤さんマイク渡してもいいですか。ダメか、私が喋ります。このバンドですね、加藤さんが急に、ね、なんかやらへんつって、やらへんでしたっけ。加藤さん関西弁でしたっけ。どっちでも、まあ、それはどうでもいいですね。いやだって急に喋れって言われてもなんかもう適当なことしか思いつかないので、ちょっと適当に喋りますが、続きましての曲はですね、テキサスブルーボネッツって、これすごい私事なんですけども、僕の師匠
あの中島ファミリーバンドのギターの高瀬美沙さんという方がいらっしゃるんですけど、その人がですね、そのバンドでいつも最初にやる、まあ、つまり大好きな曲でして、私すごいテンション上がっております。イエーイ。あ、なんかすごい変な動きしてる。喋りながらよ、行くよ、ほら。あ、もう大丈夫、まだチューニングしてるやん。あ、まだチューニングしてる。はい、じゃあ行ってみましょう。テキサスブッパーネThank you.
加藤さん&パッチマンさんですね。はい、温かい拍手よろしく。